はい、こんにちは。パーカッションの高文です。今回は、机やテーブルの上でできるパーカッションのエクササイズ、ウォーミングアップの方法について紹介していきます。パーカッションですね、楽器によっては音量とか振動の問題で、家の中で叩くとか練習するのが難しいという方が非常に多いんじゃないかなと思います。そういった方向けにですね、実際に楽器がなくても、こういう机とかテーブルさえあればですね、練習、上達することができるよっていうのをお伝えできればいいかなと思っております。で、これ実際ですね、僕はほぼ毎日やってるエクササイズになりますので、よかったら参考にしてみてください。はい。で、以前僕がアップしましたですね、パーカッション上達するための体の使い方っていう動画でも解説したことがあるんですけれども、パーカッション上手くなりたい、上達したいというのであればですね、実際にこう叩いて練習するのはもちろん重要なんですけども、それと同じかそれ以上にですね、自分のこの体の動かし方、をよく知って、体のコントロール能力を高めるっていうことがですね、すっごく重要だと、僕は考えてるんですね。この体のコントロール能力の精度が高くなればなるほど、より効率よく楽器が上達できる。まあ、すなわち早く上手くなれる。より高い精度で楽器を演奏することができるっていうのが僕の考えなんですね。で、今回のこの机のエクササイズっていうのは、すべてこの体の動かし方、コントロール能力をよく知って高める、レベルアップする方法になっています。具体的に言うとですね、この肘から先の腕、ここ前腕というんですけれども、前腕部分と手のひらと指ですね。このあたりを集中的にレベルアップさせるエクササイズになっています。それではやっていきましょう。はい。ではまずはこの肘から先、前腕部分をくるくるくると回す動きのエクササイズをやっていきたいと思います。前腕をですね、くるくる回す動きっていうのはパーカッション演奏においてめっちゃくちゃ重要で、具体的にどういったシーンで使うかっていうと、例えば叩く系のパーカッション、コンガ、ジャンベ、カホンなんかで、ヒールトゥーってありますよね。ヒールトゥー。これっていうのはこの前腕の回転運動が使われています。で、これに付随して、ダウン、アップの動きだったり、速いシングルストロークだったり、フィンガーテクニックだったり、あとは振り物でタンバリンを回して振ったり、パンデイロを回して振ったり、カバサを回して鳴らしたり、ロールしたりすることもできますよね。まあ、とにかくこの回転力をですね、鍛えて損はないということなんですね。で、自分の腕をですね、こうギュッと握ってもらうと、この親指側からと小指側から骨が2本通っているということがわかると思います。で、今回ですね、この小指側の骨をこう机の上に置きます。で、ここを軸中心にして、こう腕をですね、ゆらゆらゆらと左右に振りましょう。ゆら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 と。もうこれだけです。で、できる限り力を抜いて脱力した状態、ぐにゃんぐにゃんの状態になるのが理想です。ぐにゃ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 と。左右に振って、揺らします。こう、こんにゃくとかですね、こう、波の動きになるようなイメージです。これを自然にゆらゆらゆらと揺れるまでやってみてください。で、これも毎日続けるとですね、もうこんぐらい、ぐにゃぐにゃぐにゃと揺らすことができるんですけれども、いきなりやるとですね、こんなに動かせないと思いますので、まずは軽く、小さな振り幅でいいので、ゆらゆらゆらと、揺らしてください。もう手首から先、手のひらとか指も完全に力が抜けている状態です。ゆら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 と。で、慣れてきましたらだんだんこの左右への振り幅を大きくしたり、
小さくしたり、コントロールをします。なんというかもうこう自分の体じゃない別の生き物がですね、バタバタしているみたいな感じでゆらゆらゆらすといいと思います。はい。では、このゆらゆらができるようになりましたら、今度はこのまま親指をぐっと持ち上げて、持ち上げた状態からパタンと倒します。で、また元に戻すと。倒す。戻す。倒す。戻す。っていうのはそれぞれこの一瞬の動きでやります。この小指側の骨は机についたままです。倒す。戻す。押す。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。といった感じでタイミングに合わせて動かします。なんか音楽かけながらですね、やってもいいかもしれません。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。はい。では、この親指を倒す運動に慣れてきましたら、今度はこっちの4本指もですね、軽く開いて伸ばしましょう。今度は親指と4本指を交互に机にタッチさせるエクササイズです。こんな感じ。親指4本指、親指4本指、親指4本指、親指4本指。親指は先端から付け根までをピタッと机の上につけます。で、親指をつけたタイミングで反対のこの4本指は浮かせます。浮かせた状態で4本指を落とすと。先端を机につけて、この時手首は自然に浮いた状態になるかなと思いますので、これはこのままで大丈夫です。肘だけが机についている状態。親指、4本指、親指、4本指。こんな感じで交互に机をタッチするように回してみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、と慣れてきたら音楽とか何かタイミングに合わせてやってみると良いでしょう。これはいわゆるボンゴのヒールというの動きなんですね。はい。では、できる方はですね、親指4本指、親指4本指と、今やっていたのを、右手と左手で1個ずつずらせて、交互に鳴らすようにやってみましょう。つまり、親指、親指、4本指、4本指、親指、親指、4本指、4本指、右、左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 。こういう感じですね。親指、親指、4本指、親指、親指、4本指、ワン、ツー、スリー。これもめちゃくちゃいいエクササイズになります。で、今こう親指と4本指をつけている時に、この4本指の付け根はちょっと浮いている状態になっていると思うんですけれども、これをピタッと机の上にくっつけると、これはコンガのヒールトゥになります。ただこれは結構ですね、音が鳴ってしまうので、まあ家の中だとちょっとうるさいかなと思いますので、できる方だけやってみてください。はい。ではこの前腕の回転運動に慣れてきましたら、最後にフィンガーテクニックに応用してみましょう。フィンガーテクニック、使うのは具体的には人差し指と薬指の2本指です。指の力、手のひらの力は抜いて楽な状態、だらーんとした状態にします。で、机についてるのは肘だけです。肘だけを机についた状態で前腕をくるくるくると回します。ドアノブを回す動きですね。くる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 と。
で、こう回した状態で、だんだん机に近づけていって、机の上に人差し指、薬指が交互にタッチするように当てます。人差し、薬、人差し、薬、人差し、薬。で、この時ですね、指を折り曲げたり、手首を倒したりせずに、指や手首はそのままで、この前腕の回転だけを使って、人差し指と薬指の先端が机に当たるようにします。動きとしてはですね、最初にやった親指をこうパタンと倒して戻す運動と同じ動きです。ただ当たる部分が人差し指と薬指になったっていうだけですね。人差し薬、人差し薬。慣れてきたらこうトン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 とテンポよくタイミングよく鳴らしてみてください。これはですね、カホンとかダラブッカ、フレームドラムといった指をよく使うパーカッションで必須のテクニックとなります。で、慣れたら両手で合わせて人差し薬、人差し薬と。エクササイズして、右手と左手を一個ずつずらすと、人差し、人差し、薬、薬、人差し、人差し、薬、薬と。右、左、右、左と、交互に打つことができますので、これができるようになると、めっちゃ早く打てるんですね。なので、ゆっくりからでいいので、人差し、人差し、薬、薬。これをタイミングよく回して鳴らせるように練習してみてください。はい。というわけで以上が僕がやっている机の上でできるパーカッションのエクササイズでした。まとめると、前腕部分を机の上について、まずはゆらゆらと揺らすウォーミングアップです。まあ、実はですね、これが一番重要だったりします。で、ゆらゆら揺らすことができたら、今度は親指を立てて、親指を倒す、持ち上げる、倒す、持ち上げるというエクササイズ。で、今度は親指と4本指を交互に当てるエクササイズ。で、多少音が鳴らせる方はですね、手のひらをピタッとつけて、ヒールトゥ。で、最後に、前腕の回転を使ったフィンガーテクニック、人差し指と薬指を交互に当てます。人差し薬、人差し薬。こういった感じでですね、机の上だけでも十分練習できますので、よかったらやってみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではですね、パーカッションに関する情報発信をしていますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。